DeNA は5日、ソフトバンクを今季限りで戦力外となった久木竜平捕手と育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。これで支配下で戦力外となっていた元ソフトバンク選手9人全員の去就が決まった。2018年には西武王に輝いた森唯斗投手は DeNA 入り。再起を誓い、プロ11年目で新たなスタートを切る。加山慎也投手と増田周内野手はヤクルトへ。上林誠二外野手は、中日に入団することが決まった。現役ドラフト1期生となり日本ハムから加入した古川優里投手と、2019年ドラフト1位の佐藤直樹外野手は育成契約から再出発する。3球団競合の末に2015年ドラフト1位で獲得した高橋純平投手と椎野新太投手は現役引退を表明した。結構好きな選手がセリーグに行ったので来年はホークスが休みの日にセリーグの試合やってたら見てしまうやろな。森、上林、加山、増田らは解禁遅く決まると思ってた人は多いだろうね。それほど不思議な構想外だった。これでまた大竹や田中正義みたいに活躍したらソフトバンク様々やな。他球団ファンからの視点で見たとき、ホークスの戦力外は宝の山で、実際にそれが正しいのならば、今のホークスは宝の持ち腐れ。ドラフト戦術と編成部門における選手の見極めがうまくいっていないの裏返しとも言えるな。ここ数年でホークスがドラフトで獲得した選手が一軍で目星活躍をしている選手の名前はあまり上がってこうへん。全員新天地が決まってよかった。安心して年を越せるな。引退する二人も含めて、ホークスは本当にお宝の宝庫だったと言われるくらい、来年の各々の活躍を期待したい。環境が変わってもダメだったっていうこともあるわけやし、現役ドラフトで移籍した半数がそうだったように。上林、中田、中島が加入した中日がどう変わるか中日ファンじゃないけど楽しみにしてるわ。球団があと二つくらい増えると面白いような気がするね。